ルミハイロチプロホロフは、オーストラリア生まれのソビエト連邦及び、ロシア連邦の物理学者である。プロホロフは1916年、オーストラリアクイーンズランド州のアサートンで、ロシア移民の家族に生まれたが、両親は1923年に、ソビエト連邦に戻る。1934年に、プロホロフは、レニングラード国立大学物理学部に入学。 1939年に卒業後、モスクワのレベデフ物理学研究所に研究生として学んだ。プロホロフは物理学者としてモスクワ国立大学の教授であり、1964年にはレーザーとメーザーの研究により、ニコライ・バソフ、チャールズ・タウンズと共にノーベル物理学賞を受賞する。また1969年より、ソビエト大百科事典の編集長を務め、 1983年より、モスクワ物理工科大学の学長となった。冷戦時代末期には、米国の戦略防衛構想に対抗した、ソ連版、スターウォーズ計画の開発で、中心的役割を果たす。1982年から1998年に、かけてロシア科学アカデミーの一般物理、研究所所長を務め、その後に名誉所長となる。二千二年一月八日、 モスクワにて死去。去年85。彼の死後、一般物理学研究所はエイムプロホロフ、名称一般物理研究所へと解明された。ありがとうございます。